感謝トーマス、トーマスとゴードンというお話。トーマスは小さなタンク機関車、イギリスのソドー島の大きな駅で働いている。6つの車輪にずんぐりした煙突、ボイラーも屋根もみんなずんぐりむっくりだ。トーマスはいつも忙しそうに客車をあっちからこっちへと引っ張り、旅に出る大きな機関車のために働く。列車が駅に帰った時に空の客車を離してどかすのも彼の仕事だ。トーマスは自分が一番の働き者だと思っている。いたずらっ子でよく仲間をからかう。でっかいゴードンだってお構いなしだ。起きろよ怠け者、僕みたいにちゃんと働けよ。ある日のことだ、急行を引っ張ってきたゴードンはくたくたに疲れて待避線に戻ってきた。ちょうど寝ようとした時、トーマスがやってきた。起きろよ怠け者、気分転換に走って僕を捕まえてみろよ。くぅ、トーマスめ、覚えてろ、いつか仕返ししてやるからな。ある朝、なかなかトーマスの目が覚めない。釜の火が消えてしまったのだ。お客が待ってるのに客車の準備ができない。やっとトーマスが動き出した。はあ、参ったな。トーマスが駅に駆け込むとゴードンが待っていた。何やってるんだトーマス、早くしろ。うるさいな。このゴードン様を舐めるなよ。よし、今だ。客車が着くとゴードンは自分と客車を連結した。早くお乗りください。普段トーマスは大きな列車を後ろから押してスタートを助ける。もちろん連結は外してある。ところが今日はゴードンがあまりに早くスタートしたので、駅員は連結を外し損なってしまった。列車はどんどんスピードを上げていく。速すぎてトーマスはついていけない。止めて止めて、まだまだついてきてもらうぞ。もうダメだ、車輪が壊れるよ。かわいそうなトーマス、今まで走ったこともない速さで走らされている。やっと列車は駅に止まった。トーマスはようやく連結を外された。もうぐったり疲れ切っていた。ああ、ゴードンに仕返しされちゃったよ。みんなに笑われるだろうな。かわいいトーマス君、大変な仕事とはどんなものか分かったかね。トーマスは答えることもできない。うわ、喉がカラカラだ、水だ水。ふう、今さらゴードンとやり合ってもしょうがないや。トーマスはそう自分に言い聞かせながらゆっくりと帰っていく。このお話の出演はトーマス、ゴードンでした。